はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今日はですね、実はとあるイベントがありまして、イベントといってもね、家族のイベントなんですけど、それがあったおかげで今日はね、晩ご飯がとても豪華でしたね。そうだね。で、美味しいご飯をたくさん食べることができました。はい。そんなお話をします。今日はですね、僕らの2人目の子供、娘が生まれてからちょうど100日目です。はい。はい。3ヶ月ちょっとですか。早いですね。本当だね。ね。暖かくなってきましたしね。一番寒いぐらいの時に生まれましたから。はい。だいぶ経ったなと思って、だいぶね体も大きくなってきましたよね。本当だね。で、その100日という時に日本ではお食い初めという、そういうなんて言うんでしょうね、儀式、行事ですか、行事があります。行事っていうのはそのイベントごとみたいな意味ですね。はい。で、お食い初めというのは、そのままなんですけど、食うっていうのはこう食べるということですね。で、染めっていうのは書き初めとかね、そういうのと同じで初めてのという意味があります。なので今風に言えば食べ始めみたいな感じですね。ということで赤ちゃんなんでまだその何かを食べるわけじゃないんですよ、実際にはね。なんですけど、その儀式としてお食い初めといって、そのご飯とかをこう食べるふりをする。実際には食べないでこう口元に持っていくだけなんですけど、こうやって食べさせてあげるような、ことをしようというやつがあります。で、どこの家でもね、やると思うんですけど、決まりが大体あって、それ説明してもらえますか？ざっくりで。わかりました。はい。まずね、用意するものがあって、お魚とか、あとご飯とお汁とかね、そういう日本の伝統的なね食べ物を用意します。はい。で、あとね、こう硬い石を1個用意するんですけど、それも一緒に揃えます。普通の石ね。で、それを並べて食べるふりをするんですけど、それぞれにね意味があるんですね。で、食べるものは結構豪華なもので、お魚だとね、日本だとタイ。はい。タイはね、めでたいとか言って、ちょっとよくお祝いにね、使われる魚かなと思いますけどね。お祝いごとにね食べる魚なので、めでたい魚っていうことでタイ。あとはお赤飯、ご飯なんですけど、それを用意します。それも合わせてね、お赤飯といえばお祝いの時に食べるご飯ですね。そうです。あとね、お汁っていうお話したんですけど、その中にはね、貝が入ってます。ハマグリ。そう、ハマグリを、今回は用意しました。ハマグリっていうのが多いんじゃないの？結構。多いと思います。で、それは将来ね、こう良いお婿さんだったり、お嫁さんだったり、結婚する相手に出会いますようにっていう意味があるんです。そうなんですね。早いですね。そう、貝と貝こう合わせて2つで1つのような意味があります。早いね。そうなんです。知らなかった。ちょっと悲しくなっちゃいますけどね。だいぶ早いです。でも地域性もあるでしょうね。あると思います。この場所ではこういうものを食べるとかはあるかもしれないですけど、そうですね。あとうちは食べたのはちょっと煮物とかね、そうですね、用意してましたね。はい、彩りもありますしね、そういうものも用意して、で最後に石。はい。石はですね、こう健康に育ちますようにっていうことで、こう歯を固める歯固めっていう字を書くんですけど、歯固め石って言われるもので、食べ物に困らないようにっていうことで、石でちょんちょんとこうつけてあげる。石を食べるみたいなイメージだったんですけど、そういうわけではないですね。そうですね。石をこう持っていくということですか、口元に。石を持っていくっていうよりは、こう箸でね、はい、こう箸をちょんちょんとしてっていうことですか。そう、箸をちょんとこう石につけて、はい、そのつけた箸を口元に持っていくと、はい、まあおまじないみたいなことですね。そうです、はい、だから実際食べたりはしないっていうことですけど、うん、はい、まあね、僕らのところではその石を神社でいただきました。はい、いただきました、うん、でそのね、今お食い初めに使ったこの石をまた神社に返して、そしたらその神社の方でそういう場所に入れてくれて、まあ、その神様のなんて言うんでしょうね、見守っていただける場所に置いてくれるっていうかね、うん、そういうふうなことだったんですけど、まあ、その辺もまあ神社によってとか、あとは地域によっていろいろ決まりがあるんじゃないかなというところですね。そうですね、うん、なので、まあ、実際にはそのうちの、娘はですね、まあ、まだ3ヶ月の赤ちゃんなので食べることはできないけれども、その豪華な料理がたくさんあるわけですよ、うん、今はね春で旬なのでタケノコのね煮物だとかね、そういうのもあったりとか、非常にこう豪華、うん、本当に豪華な料理なんですけど、うん、まあ本人は食べれないので家族みんなでいただくということで、今日はとてもね美味しい鯛をいただきましたね。はい、うん、脂が乗っててね、非常にいいんですけど、鯛とかね、お赤飯とか、あとはこのハマグリのお吸い物っていうのはなんか相性がいいですよね。そうだね、一緒に食べた時のこうなんて言うんでしょう、お祝い感というかまあお正月の料理とかでもありそうな感じなんですけど、まあ、お正月ってお赤飯とかは食べないし、うん、ちょっと違うんですよね。そうだね、うん、なので例えばなんていうの、例えば焼肉とかステーキとかなんかハンバーグとかね、そういう豪華さじゃなくて、なんか日本のまさにそのおめでたい日の豪華さというイメージ。そうだね、まあお寿司とか食べるところもあるかもしれないですね。あ、そうだね、うん、あると思います、場所によってはね。でもやっぱり鯛といえばその大きい本当に鯛そのままをこう焼いてね食べるっていうのがお祝い事では非常に多いので、まあ、今の時期多いんじゃないですか。そうだね、大学行きますとかね、うん、合格祝いとか、あとはまあ卒業祝い、そしてこれからは入学式もありますから入学祝いとかね、非常に多い時期かなと思います、うん、はい、ということで、まあ何といってもめでたいというので鯛とお赤飯で、お祝い事をお祝いするというのが、まあ、日本の文化なんですけど、まあ、皆さんのところでもね、もしかしたらやっぱり100日ではないかもしれないけど、まあ、子供が生まれてからその食べ物に関してね何かこうやるっていう国が結構多いんじゃないかなと思うんですね、うん、でそれをぜひどんなことをするのかとかね教えていただきたいと思いますし、すごく気になります。そうだね、うん、なんかそれこそ国によって違うじゃないかな。だから私たちの国では例えば子供が生まれた時にまず最初に何とかを食べさせますとかでもいいし、こういう僕らみたいにねこのお食い初めみたいな行事があって、こういうことをしますよっていうねことがあればぜひ教えていただけたら嬉しいなと思いますけどね。はい、はい、ということで今日は僕はしっかりねご飯を食べ過ぎてしまったんですけど、たまにはいいですねこういうのもね。いや本当になんか美味しいものを食べると幸せな気持ちになりますね。そうですね、うん、うん、まあ上の子もねなかなか食べられないようなね料理が今日出てきたので、いつもの倍ぐらい食べてましたね。びっくりしました、はい、おかわりおかわりって言ってねいっぱい食べてましたね。よかったです、はい、なのでね皆さんもぜひこういうことがありますよというね行事、あとはまあそういう儀式みたいなねものがあれば教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします、はい、ではでは。